クリーブランドブルースクリーブランドブルースは1879年から1884年にかけてオハイオ州クリーブランドを本拠地としてナショナルリーグに加盟していたプロ野球チーム。1879年にナショナルリーグの新球団としてクリーブランドに設立された。チームが躍進したのは1880年と1883年の2度あり。 1880年シーズンは監督を兼任していた投手のジム・マコーミックが45勝28敗、防御率1.85という大活躍をしてチームをリーグ3位にまで押し上げた。その後マコーミック一人で投げていた弊害からチームも成績を落とすが、1883年にヒューデーリーを補強し、リーグ4位にまで順位を上げた。攻撃面では、 ビル・フィリップスとフレッド・ダンラップが中心で、ダンラップは1881年に打率、325、1883年に、326の打率を記録している。しかし1884年に、マコーミック、ダンラップ、ヒュー・デイリーが、ユニオン・アソシエーションに移籍、チームは、急遽、ジョー・ハーキンスを投手に立てるが、ハーキンスは、冒頭、失点で、 リーグ最多を記録、この年のナショナルリーグの最多敗戦投手になってしまい、チーム成績も低迷してしまう。1884年にチームは解散、球団のフランチャイズ権は売却されてセントルイス・マルーンズに渡り、1885年にマルーンズがナショナルリーグに加盟することになった。なお前後するが、クリーブランド・ブルースは八百八十年六月十二日の ウースタールビーレックス戦でリー・リッチモンドにメジャーリーグ史上最初の完全試合を許したチームである。順位は勝率による。現在のクリーブランド・インディアンスは創設年の1901年にこの球団の名前を受け継ぎ、クリーブランド・ブルースを名乗っていた。ありがとうございます。